します。で、海外移住ご希望の方ですね、安定して収入を得るにはということで、職業、どんな職業がありますかということですね、職業選び。まあ、安定して収入っていうと、まあ、職業選びって言ったら公務員になるんですけども、公務員も今後、給料は上がらないんですよね、日本で残念ながら。で、まあ、例えば僕もドバイにしばらくいたんですけども、ドバイの公務員って、まあ、年収1000万円でいうと1000万円ぐらいが平均だったりするんですよ。まあ、とにかく、まあ、公務員が恵まれてるんですけども、まあ、そういう国でもない限り公務員っていうのも日本でも難しいですね。で、そうなるとですね、むしろ公務員みたいに副業ができないようなところよりも、普通にお勤めをしつつですね、生活をしつつですね、自分で稼げるスキルをどんどん身につけることがいいかなと思います。で、稼げるスキルとしてこれから役に立つのはマーケティングですね。ご自身でお客さんを集められる集客能力ですね。あと、まあ、セールスというよりも、まあ、ファンになってもらって、自ら購入していただくっていう、この DRM の流れを作るっていうことが、まあ、いいと思います。僕もこれでコンサルをお伝えします。